まるまるもりもりみんな滑るよ、つるつるてかてか足でも落ちるかな。おい福鈴木とかいう偏差38の堀越高校出身のクソガキですら受かった慶応義塾大学に3年間みっちりと青春を捧げて勉強したにもかかわらず受からなかった一般入試組の雑魚どもは息してるか。おい気持ちよかったか。おい、いやー昨日のさ、なんか昨日の動画でさ、ね、俺がさ、あの福鈴木がさ、栄養入試でね、慶応に行くことに関してさ、あったかもさ、俺は一般入試組のお前らの味方で、味方やでみたいなさ、動画出してさ、で福鈴木をさ、あのボロクソにぶったたいた。で、それでなんか釣られちゃったさ、ね、一般至上主義のくっさいね、学歴キッズたちがさ、さすがしてあげたみたいな。これは一理あるみたいな、ありがとうみたいな感じでなんかねテンション上がっちゃってね、ブヒブヒね、なんか盛り上がっちゃってたんだけど、おい息してるか。あ、残念でした。あ、悪いけどあの俺ね、推薦アンチじゃないね、むしろ推薦擁護派なんですよ。おい気持ちいいか、釣られちゃって気持ちいいか。おいね、なんかさ、ね、我らが捨て上げ競争がね、僕たちの気持ちを代弁してくれたみたいな。ねえ、なんかテンション上がっちゃってたね、勝手にね。え？気持ちいいか？おい！で、なんかね、自分がなんかその3年間、まあもしくは中学時代からね、中高一貫とかで勉強してきたやつだったらもっとか、ね、長年ね、積み重ねてきた、ね、大学受験の勉強が、身を結ばなかったからといってね、なんかね、鈴木福とかいうね、あのね、もう天才子役、お前らなんかよりもね、はるかにね、いろんな才能に富んだ天才子役のね、栄養入学についてなんかイチャモンつけちゃってんの、ネットの学歴中たち。恥ずかしくないの。あのね、認めな。俺言ってやるよ、もうあのはっきりと言ってやる。認めろよ、お前は鈴木福に負けたんだよな。なんか、まるまるボーリボーリとか言ってるね、クソガキの頃からね、ずっとテレビにね、出続けてきたね、あの舐めたクソガキに、ね、栄養入試とかいうね、クソみたいな制度で、負けたんですよ。はい！おい！負けましたね、やっちゃったね。ほんとね、正論言わせてもらうんだけどね、こっから。正論言わせてもらうんだけど、今回の件でね、鈴木福君をね、叩いてる奴らっていうのはね、ほんとに頭が悪いんですよ。叩くべきというかね、そもそもですよ。そもそも、ね、福鈴木君は、ね、慶応義塾大学の、そういう栄養入試っていうね、大学側が設けている制度を使って、ただ受験しただけなんですよ。わかるかい？何もね、違法的なこと、非合法的なことなんて何一つやってないわけですよ。他の受験生と同じようにね、栄養入試っていう制度を使って、で、それで合格を勝ち取ったっていう。叩くべきというかね、まあ仮に百歩譲って文句があるのであれば、そんなね、舐めた制度を作っている慶応義塾大学に対して言うべきであって、福鈴木は何も悪いことしないんですよ。ね？論破できるかい？ねえ、もうこれでもう終わりでしょ。何言い返すんだよ。おい学歴秘密陰キャたちよ、おい、そのひょろひょろのもやしみたいな腕でよ、おい上がってこいよ。どうせお前らさ、このねフィジカルモンスター捨て上げ様以前にさ、俺とかもうね、小指一本で十分だ。ね、俺すら、俺以前にもうその、福鈴木くん本人がさ、もし目の前に現れても何もできんやろ。ね、まあ俺はしょうがないとしてさ、ね、同い年が同年代のね、福鈴がね、ね、もし仮にね、お前ネットで俺の悪口言ってたよな、みたいな感じでさ、ね、来た瞬間もうどうせさ、ね、威勢のいいこと言ってたくせにさ、リアルではブルッちゃんやろ。分かってんねんって。
ね、勉強しか取り柄がなかった広がりの子たちがね、俺とか服みたいなね、もうスポーツもやってさ、ね、幅広い分野でさ、いろいろ活躍して社会に揉まれてね、まあ、いろんなことを経験してきたね、人間に、勝てることなんて何一つないんですよ。まあ、何勘違いしちゃってんの？え、何？勉強もろくにできないくせに何？芸能人ってだけで、受からせるのかと。一つ言っていい？一つ言っていい？まあ確かにね、勉強はまあできないかもしれんわな。勉強はできないかもしれんけども、それ以前にね、それ以上にね、福君は、ね、お前らみたいなね、勉強しか取り柄のね、ないキッズたちよりもはるかにいろんな経験をしてきて、いろんなね、まあテレビとか、まあ俳優とかお仕事を通じていろんなことを学んできて、もう人間としてのね、その総合力、人間としてのもう能力っていうのはもう比べ物にならないくらいね、差をつけられてるわけですよ、君たちよりも。わかる？まあ、それはね、勉強っていうその一般入試っていうね、くっさいね、枠組みの中では知らんけど、でも受験ってそれだけじゃないんですよ。わかる？それがある意味平等なんですよ。ね、栄養入試とか推薦っていうのをね、批判する人いるんですけども、まあ気持ちはわかるよ。なんかしょうもないプライド持ってね、一般入試組、俺ら一般入試だけだみたいな感じで、一般こそが正義だみたいな、推薦ええよゴミみたいな感じでさ、でなんか気持ち悪いプライド持ってやっちゃってるキッズたち多いだろうけど、ある意味ね、推薦入試とか栄養入試っていう他のその別枠のね、入試形態があるっていうことそのものが平等なんですよね。法の下の平等なんだよ、日本国憲法で定められた。だからね、なんか知らんけどね、なんか意味わからん、なんか一般入試プライドみたいなね、持ってね、ネットで吠えてるね、キッズたち多いけど、ちょっとさ、ね、いい加減大人になろうよ。もうそういう時代じゃないねん。なんかよくね、謎のプライド持ってさ、自分たちは栄養とか推薦より上だとかって思っちゃってるかもしれないけど、大学入ったら同じです。社会出たら同じでやんす。残念。だからね、むしろね、お前らが見下される立場やね。ね。福鈴木からしたら笑われると思うで、鼻で。こいつはなんか3年間とか何年もね、必死こいて勉強してきたのに、ほとんど勉強してねえ俺と同じか、みたいな。俺なんてね、テレビ出てね、ドラマ出て、たんまり金稼いで、それで KO やで、みたいな。お前ら見下されてるよ、悪いけど、あいつに。だからそこら辺ね、自覚した方がいいんだよ。そう、なんかすっごいね、やっぱね、学歴というか、なんか受験界隈のこういうね、栄養入試とか推薦っていう話になるとね、もうね、発狂しちゃってね、もう 目の色をね変えてね、もう発狂しちゃうね、キッズ多いんだけどさ、まず自分のその能力のなさを嘆きなよね。てかね、正直言わせてもらうよ。正直言っていいかい？そんなにね、栄養入試なのね、推薦入試なのが嫌なら、東大でも行けよ。ね、東大とか、ね、もっとレベルの高い海外とかでもいいんじゃないですか？もっとね、レベルの高い推薦入試とか栄養入試とかがほとんどない。東大も最近ね、推薦とかちょっとあるんだけどさ。でもほとんどその枠の少ない。そういうね、もっとハイレベルなとこに行ってみろよ。おい、ね、悔しかったら。ね、何お前自分でさ、東大とかさ、国公立、難関の国公立みたいにさ、センター試験、まあ、今共通テスト、5教科7科目さ、勉強する根性がないからっつってさ、ね、私立文系、私文の3科目にさ、ね、甘えといて、何お前が鈴木福君叩いてんの？恥ずかしくないの本当に。これ言わせてもらうで、俺も私文出身だけど、私文とか受験界隈で最もカースト低いゴミですからね、悪いけど、一番もうね、レベルの低いね、連中なんですよ、底辺なんですよ、私文なんて。それは別に慶応だろうが早稲田だろうが変わらないんですよ。だからね、結局同じなのよ君たちは。福君も SFC だっけ、慶応の総合政策学部とかいうところ、
文系なのかな理系なのか分からんけど、まあ、まあ私文としてさ、私文だとして別にお前らもね同じやねん。ああそりゃね、そりゃまあなんだ、ああ例えばじゃあ国公立の、まあ、理系とか東大とかさ京大とか行ってるさそこに受かった子たちがね言うんだったらまだ百歩譲ってさ、ああまあお前らはまあ確かに頑張ったしなみたいな、俺もまあそこら辺は認めてやらんこともないけど、何私文がいけっちゃってんの。でお前ら同類やで、うん、恥ずかしくないの。 俺ずっと恥ずかしいもん。もうこれから先死ぬまでね俺は私立文系に甘んじた雑魚なんだっていうね、その十字架を背負ってね、その烙印を背負って生きていかなきゃいけないって俺恥ずかしくてしょうがないね。それを全世界にもう公開してるわけですよ。もう死にたいもん俺も、うん、別に慶応とか早稲田とか関係ないんですよ。もう私文っていうそのただ2文字、その2文字がもうね、もう生き恥なんですよ。自覚した方がええで、うん、結局俺たちは私立文系っていうね受験界隈最底辺の雑魚なんだが、うん、そういやおおわおわお今日もノルマ達成か。よし、うんまあねねえもう見てられないよね。だから福君お前何も負い目感じる人ねえよ、うん、胸張っていけと慶応に。何もお前うん、悪くないから本当に。むしろ俺おめでとう、うん、てかよくやってくれた。スカッとしたもん俺、うん、あいいねってやっぱ本当こういう才能あふれるね、天才、うん、天才子役、こう才能あふれる人間にはねもっとねこうなんだろうな、うん、待遇を良くするじゃないけど、うん、てかものすごい修羅場をくぐり抜けてきたと思うからね君は。それは栄養入試っていう枠があったら通って当たり前なんですよ。勝てるやついるわけないじゃん同年代に、うん、だから何もうん、悪くないから。俺がねなんかごちゃごちゃ言ってくるやつがさキャンパスでさ現れて民慶応のキャンパスでもしなんか学歴集のね広がりが絡んできたらすぐ俺に、うん、くれ、うん、すっ飛んでってボッコボコにしてやるから、うんね、そうそう。まあ俺弟みたいなもんじゃんお前顔そっくりだしな俺の昔の。そうすぐうまいくれ、うん、ということで、本当ねいい大人というか、まあ、同い年くらいのやつはなんだろうけどさなんか寄ってたかってさねあんなさ何の罪もないさね少年にさ恥ずかしくないのかねっていう。いやー何なんだろうねこの国のなんか栄養軽視の風潮とか推薦に対する、まあ、そんな学歴集の間だけだろうけどさ何なんだろうね。悔しければ自分もそうすればいいじゃんね。何なの本当に。俺もずっと思ってる。俺うわーなんか、ね、大東文化大学とか中央大学とかその程度に行くんだったら推薦できゃよかったみたいな。指定校推薦じゃないけど、まあ、なんかいろいろあるじゃん推薦入試推薦制度。なんで俺一般でわざわざあんな、ね、勉強とか、ね、したくもない辛いことをやったんだろうって普通思わない。そうやって何なの謎だよね。なんかよっぽどなんか意味わからんプライドがあってそれで自分の首を苦しめてんのかな。本当に謎なんですよ。なんで一般入試でさ、もちろん東大とかねほとんど推薦の枠がないとこだったらまあそれは筆記試験で行くしかないからわかるんですよ。トップレベルのとこに行く人は。ただなんかその早稲田とか慶応とかね山ほど推薦枠がある大学、まあ、私立の大学ほとんど全てだけどを志望しといてなんかわざわざなんか一般入試プライドみたいなの持ってるやつらは謎ですね。お前それめちゃくちゃコスパ悪いことしてるぞっていう俺ずっと思ってるよ正直、うん、悪いけどね。なんなのあれは本当にずっと疑問です。洗脳されてんのかな、 なんかツイッターとかそういう受験界隈に。推薦でええやん別にね。本当にちょっと俺は理解できない。で別に犯罪じゃないし大学側が設けてる制度なんだから。だからねこれは俺もね本当に自分でもよくね分かるんですけどしょうもないプライド無駄なプライドっていうのはやっぱり人生を大きくね狂わせるというか、そのしょうもないプライド一つがね人生を大きく左右することってあるんで、ちょっともう一回ねもう開き直ってじゃないけど一回さもうちょっと
冷静になって考えてみた方がいいですよ。受験生の皆さんね、来年また受験する方とかいるでしょうけど、いかにその過去の自分のプライドが無駄なものだったのかっていうのをね、将来その何年か経ってから気づくことってあるんでね。僕もね、 YouTube とか、まあ、受験もそうだけど YouTube とかも続けててね、思うよ。なんかしょうもねえプライドを、ニコ生プライドじゃないけどゴミみたいなね、くっさいね、なんか意地張っちゃったりしてね、いろいろあの時講習が良かったかなとか、うん、思うことあるよ。まあ後悔はしてないけどさ、でも結構あれだなっていう、いっぱい失敗してきたなっていうことは自分でもね思うよ。まあ別にそれを悔やんでもねしょうがないんで、今こうやって 前見てね、学歴キッズたち煽ってね、頑張ってっけど俺、そう、なんだろうね、いつになったらこのなんか学歴中たちのこの不毛な争いというか、そういうなんかね、まあ、やつらがいなくなってしまったら俺の食いっぷちがなくなるからね、一生いてほしくはあるんだけど、何なんだろうねあれ。やっぱスポーツとかと違って、誰でもね、ペンと紙一つあれば誰でも参入できるゲームだから、なんかあれなんだろうな、プレイヤーがやっぱ多いし、その少なからず受験って、まあ、中学受験、高校受験、大学受験、 誰でもどれかしらには参加するじゃん、よっぽど中卒の子とかじゃないから。だからなんかこう偏差値とかさっていう、そういう、まあ、テストの点数もそうだけど、目に見える数字で結果が現れるものだから、そのやっぱり誰しもが経験する、まあ誰でもある程度その共通して分かる内容、話せる内容だからさ、それだけあってやっぱなんだろうな、母数が多いから、そういうなんか面倒くさい子たちも一定数出てきちゃうんだろうね。誰でも参入できるからね、それが良くも悪くもね、こういう歪んだね会話を作り出すっていうことにつながるんだろうね。やっぱスポーツとか陽キャラのやつらとかにね、なんかこういじられてきたやつらでも俺でも見返せるんだみたいな、 俺はスポーツとかはできないけど勉強ではあいつらよりも勝てるんだみたいな、そういうなんか、あるんだろうね。まあ被害者といえば被害者だよね、正直みんな学歴中の子たちは。だから、そういうやつらも俺は全員ね救ってやろうと思ってるから。俺クソ言ったけど、俺はそのこの世からね、学歴中のやつらのこの洗脳呪縛を解いてやるために、俺はねやってっから、こういう活動、だから学歴ジャーナリスト、学歴系 YouTuber のトップオブトップのね、この十字架背負って、肩書き背負って、これからもやっていくんで、よろしくお願いします。